発泡塞がりだけど、うん、働けって言うんだったら転勤についていかなきゃいいわけですよ。まあまあそういうことですよ ね、うん、ねその話もしたのかしら。いやどうでしょうね、うん、もし働いてあれだったら転勤にはちょっとついていけないんですけども、うんうん、でもし自分がねその特技があってちゃんと結局働く場所があるような才能のある方だったら、はい、うん、それを選択すればいいし、なんか役員がどうしても来たりすると、うん、何でお前がしなくちゃいけないんだって、はいはいはい、その自分でやりたくてやってるような言い方をされて、でも自分は背負ってくるわけですよ。まあ多分こういうことなんで、性格的に割とその子供のためにと思って、まあ社交的にこう、まあ、まあ分かんないですけど、PTA にこうね、こう割と積極的に参加したり、学校の行事にはちゃんと多分やってらっしゃる方なんですけど、それを多分ご主人が見た時に、なんかこう何やってんだとか、そんなことばっかりみたいなことを、そういう私を認めてくれないっていう。認めてもらおうと思うこと自体が、賢い人と一緒になったら無理だから、なおさら、うちでさえそうなんだから無理だから、そんな賢い人と、もうまずそこの人と一緒になった時からもう諦めてもらわないと。うん、だからけどやっぱり一生懸命ね、こうよくあると思ってやってることに対して、うん、こうやっぱり一番の理解者である、まあ理解者じゃない、夫は理解者じゃない、理解者であるべきだっていうそのね、うん、概念からもう離れる。うん、夫はケチつける人だと思わないと、もうそこから出発すると、そう褒めてもらおうとかよくやってるなとか、もうねそれ無理だから。でも私は今井君にも言ってるけど、必ず褒めろと。奥さんをね、奥さんをね、だからそう言ってるけど、であんまりねいやらしく褒めるのはいやらしくもね、でもね認める言い方は絶対必要なんで、本当に、そういうことをね平気で言う人は、うん、頭が良くても人間的にはねおバカさんなんだねっていうのを態度に表しちゃいけないのよ、心で思って。絶対日記に書いちゃいけないし、友達メールに送っちゃいけないし、証拠を残しちゃいけない、証拠を残しちゃいけない。もうそういう方たちは賢いから、いろんなところから引っ張ってくるから、心で思う夢の中で言ってたりしてね。けどそうですね、こうね、ご主人を理解者だとこっちが勝手に思っちゃってるから、うん、まあ、そういうことじゃなくて、うん、ね、出発点を、ね、そうちゃんと謝らなければ、まあ、ちょっとは楽になる、うん、でただここ のお姑さんに関してはどうです、うん、だからね、まあ、結局その仕事を持ってバリバリやってるってことは、はい、結局そのご主人のお父様っていうのは転勤族じゃなかったのかしら。いや多分そうじゃないような気はしますね。ね、これ転勤族でだったら、もしお母様バリバリやってたら、もう転勤するんだったらどうぞ行ってらっしゃって、私はこちらでっていうのもあるし、あとはついてくって言ったらその同列の会社に転勤しなくちゃいけないしっていうんで、そこは立場が違うんだけども、でもやっぱりそういう賢い方を育てになった親御さんだから、理解してもらおうというのは無理だと思う。